来とんか。え？どうしたんだ、その傷は。村の調査を終え、帰還するときに。それで、周囲の村の状況ですが。そうか、ありがとう。そうだ、では私たちは。僕たちはこれから信徒たちを天意から引き離す。とはいえ、信徒たちが血を流さなくなったとしても、天意が止まるとは限らない。それでも僕たちはやらなくてはならない。急ごう。ここは通さぬ。ねえ兄様、本当に魔法禁止？相手を傷つけないだけでなく、こちらに敵意がないことを示す意味もあるって聞いたけど。この人たち、そんなことを気にしてなさそうですね。彼らの動きは緩慢。でもあんなのでブスって刺されたら。ってことはモント君がルティアルを倒すまでの辛抱ってことね。そういうことだ。兄様、冷たい。わかりましたよ、ちゃんとやりますって。この命捧げる。邪魔するならば殺す。来るよ。私たちの任務は、天意に無謀な戦いを挑む村人たちを止めること。そう聞いたはずだけど。
天意は私たちの遥か後方、そして村人の姿も見えない。これはもしや、モントの命令など無視してここまで大変な思いをしてきた我らに羽を伸ばせというロゼルナ様の恩情。ソニル様、考えていることがそのまま声に出てますよ。あ、残念だが今はまだ体を休める時ではない。そうですよね。フレイザー、あんた本当にサボることばっかり考えてるのね。コウはそのようなこと。また変な用語を持ち出して、あんたそれ好きよね。教会の信徒たちが天意に接近してから排除するのは危険が伴う。確かにおっしゃる通りです。となればオツが兵に接近する前に干渉すべき。オツ兵、何のこと言ってんのよ。オツは天意、そして兵は教会の信徒。バカみたい。来たな。え？来たって何が？遠くに兵の姿が確認できます。その数、兵ってことは信徒たちね。で、数は？軽く我らの数倍は。ちょっとそれ多すぎない？武器は抜いてはならん。多少の手荒いことは多めに見よう。だが深手を負わせるような真似は決してしてはならない。わかりました。承知いたしました。我らの任務はここより先へ信徒たちを進ませぬこと。行くぞ。他の者はどうした？他の者、死んだか？この者は関係ない。ほう、ではウヌはたった一人でこのわしに挑もうというわけか？あるいは己の技量を勘違いし増長しているだけか？わしとウヌ、どちらの進む道が正しかったのか。つまらぬ太刀筋をただの一度でも見せれば即刻殺すぞ。やる気のようだな。手出しをするな。死にたいわけないわ。これは俺とガローザの戦いだ。私のこと女だからって見くびってるようね。いや、見くびってなどおらぬぞ。
わしは相手が誰であろうと侮ることも見くびることもない。ラビエス、大丈夫か？なるほど。バルーシュ、ウヌが育てたか？わしの手下になりたいなどというそこにいる二人のクズよりもよっぽど腕が立つ。だが、そのラビエスとやらは邪魔な存在でもある。バルーシュよ、ウヌはラビエスのことが気になり、わしとの戦いに集中できておらぬ。否定できまい。この影たちは陶器か。女よ、ウヌはこの影を相手に戦っておれ。だが女よ、心しておくことだ。どういうことだよ。影どもは腹が減っているのであろう。そんな、あ、諦めないで。では、わしらも再会するか。覚悟！よくここまで成長した。褒めてやろう。東方はこれで幕を閉じろ。死ねえ。ウヌも東方のものか。我が主は王、そしてシムール。それがどうした？ガローザは
王の叔父だ。まさか。真実だ。どうやらここまでのよう。この娘のように東方の技を受け継ぐ者たちは他にいるのか。シムールや王はハードラ各地に弟子がいる。その者たちを集めよう。もう一つ、知らないのか。今アートラでは天意という巨大な化け物が暴れ回っている。一刻の猶予もない。このままではアートラは滅びる。アードラが滅びようがわしには何の関係もない。なるほど、ではウヌの刀剣を取り上げる必要もないわけだな。なんだと。最後の一振りを手に入れるため、わしに戦いを挑むしかないのだからな。どこへ行く。東方の技を受け継ぎし者、そして五振りの刀剣を集めた後、わしのもとへ来い。そこで全てを奪ってやる。邪魔する者を殺す。これってビジョン。モント様。ありがとうございます。遅くなってすまない。バカ、そんな報告の仕方があると思ってるの。でもぼちぼちだし。信徒たちを天意に近づけさせないのはうまくいっていると思います。何か問題が。だからさっきのアリムのように一瞬の油断で負傷する者も。それなら心配ないよ。援軍を連れてきたよ。我らが力になります。エキシア殿。
サーダリーの親衛隊が。境界勢はこれよりモント殿あなたの指揮下に入ります。何なりとご命令ください。モント殿。ありがとう、とても助かる。本当にありがとう。サダリーは？彼は来ません。教会と運命を共にすると地下の研究施設から出ようとしません。でも彼がいなくても。それは君もよく分かっているはず。エキシア殿、ここの指揮を頼む。モント殿、あなたはまさか。私も行く。ささやき。そんなに僕のことが。お前を信用していないわけではない。まだ教会に反旗を翻した僧兵が残っている可能性がある。わかった、ありがとう。どけ。おっと、はい、一丁上がり。見事なものだ。リリッシュ、リオニス王国第二部隊早急の部隊長。へえ、教会でも私の名は少しは知られてるようだね。だが、わからないことも多い。例えば？まあそうだね。それなのになぜ。どういうことだ。じゃあ聞くけど、それともエキシアにそう言われたから従ってるのかい。どちらでもない。自らが傷つくことも厭わず、本来は敵であるはずの信徒たちを助けようとしている者たちがいる。あんたたちホムンクルスには感情がないって聞いたことがある。でも今のあんたは自分の感情に従って行動してる。私が感情
あんまり深刻に考えなさんな。なんだ。この魔物は天意の生み出した魔物だよ。天意め、それでこの魔物を使って我らを亡き者にしようと。あたしらの作戦が効いてるってことさ。援護頼めるか。承知した。信徒たちを餌にして天意を教会へ向かわせる。そうすればサーダリーは教会を守ろうとして戦い、最後には命を落とす。感情を持たぬホムンクルスたちの心はその時どうなるのか。それを楽しみにしていたのに。もんと私のささやかな楽しみを邪魔するなんて。きっと聖人面をして自分たちが傷つくことも構わず信徒たちを助けたのでしょうね。はあ、吐き気がする。モンタ、あいつの顔が激しい怒りに醜く歪むのを見てみたい。この私に対してこの女を殺せと叫ぶほどに憎悪まみれにしてやりたい。それでも天意を止めることはできず、屈辱と絶望に苛まれ指を刺して笑ってやりたい。いいことを考えたわ。モントに復讐する絶好の方法。この私を怒らせた罰を与えてやるわ。